神仙サジ。ジョカラより先に世界の融合に巻き込まれていた彼は、密かにこの地を調査していた。そのサジから連合軍へ報告が届く。オリュンポスから紛れ込んだ怪物の操り方が判明した。新たな仲間と共に待っていると、怪物の実態を見極めるべく、そして新たな仲間を得るべく、連合軍は調査に向かった。どういうことだ、サジ殿は敵に取り囲まれているようだが。あれはオリュンポスの奴らか。下せぬな、サジはそんなことは一言も。しかし敵を排除しつつ進まねば、サジ殿と話もできまい。そうだな、神だか何だか知らねえが、ぶっ飛ばしてやろうぜ。やけに敵の数が多い。聞いていた話と違うぞ。来たか。おお、思いのほか早い。よほど怪物に会いたかったと見える。何を悠長な。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。天空の覇者よ、群がる敵を焼き尽くせ、整列に。すげえ、なんだありゃ、鳥か、それとも獣なのか。まか不思議なる存在よ、異世界の神がこの地に介入したことで現れたという。よくやった。だが女ならもっとできよう。違うか。行くぜ相棒、片っ端からぶっ潰しめ。おおたるよ、暗黒にはかかる武者がおったか。ここまでか。撤退するほかない。天空の覇者よ、敵陣を焼き尽くせ。いい調子だ相棒、誰が一番派手に暴れるか勝負と行くか。サジ、怪物の由来が分かった。だがどうやってこいつらを手なずけた。彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろであり、よすだを求めておる。すなわち、ひとたび物が主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今一つ釈然としないが、要は擦り込みのようなものか。なぜ人間がこいつらを操ってるんだ。だ
誰か早く止めろ。幾万の兵力にも値する圧倒的な力、策の幅も広がるだろう。任せて、思いっきり行くわよ。大きな戦力には違いないが、見栄えはどうなの。頑張ります。種類によって姿形が違うようだね。火炎を発揮、翼の怪物、怪力で全てを破壊する極の怪物、さらにもう一種類。さてはサジ、怪物の力を試すためにわざと孤立し敵をおびき寄せた。おめえもなかなかのもんじゃねえか。どうしよう、踏んじまった。砦は突破した。余勢を借り、この地から敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるがいい。怪物、サボリトイ、その羽はどんな感触で。天空の覇者の魂ぜと叫んでいる。撫でてやれ、誠実に。柔らかい。ごめん、ワヌシ、我はいずこだ。君には異常符が多いのか。ごめんなさい。古木の武者、気に入った。今戦場に混乱を呼べ。荒ぶる闘志と怒り、誠実、魂の声すら届かぬか。落ち着け相棒、わしの言うことを聞きやがれ。任せて、女神の力を借りる。聞いたである。あれがこの世界におる三種類目の怪物。やつらを操れるのは自分だけだと思うの。じゃあ向こうも怪物を引き連れてきやがった。頼もしい怪物も敵となれば脅威。心して当たる必要があろう。人の身で怪物に当たるわけ策。奴らを倒すのは先ほどのようだ。さすがは周公。怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策。本来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。まずは執着にござる。人間の戦とは随分勝手が違うな。
かつて学んだ兵法などまるで役に立たんか。大丈夫だよシュウ、俺たちなら怪物だって倒せる。それに前にもこんな目にあった気がするんだよな。という屈辱。よくやった。だがお前ならもっとできよう。違うか。真の戦国武装だ。来た武勇見せてやる。負けない。小生の怪物指南もいよいよ大詰め。門番を打ち突破口を開きたまえ。上等、そのままひた走れ。最後の切り札をお目にかけよう。なっ、あいつを手なずけていた。いつの間に。Come on!
きな力だ。同じ種類でも異なる特徴を持つ怪物もおるらしい。小生も未だ全てを解き明かしてはおらぬ。いずれ未知なる怪物と相まみえる時も来よう。相棒と砦をぶち破るのは最高だったぜ。また一緒に戦いてえもんだ。言葉を持たぬ怪物だが、その魂の叫び確かに届いた。周傭兵、長宗壁元親、悪雷天尉、この者らは偶然にも小生の前に現れたのでな、怪物を手なずけるよう頼んだのだ。最初は見た目に驚いたが、慣れると結構頼もしいんだぜ。そして可愛らしい。戦う時我らの魂は共鳴している。清潔なまでに。そうか、怪物たちへの愛のようなものが伝わってくるな。確かにかっこよかったな。俺もいつか一緒に戦ってみたいもんだぜ。うむ、なんといっても寡黙なところがよい。まあ実りがあってよかったな。助かったぞサジ。小生、サジと申す者。さて参ろうか。悪雷天尉、派手に暴れてやれ。周傭兵、参る。奏でよう清潔にな。報告。本能寺にアテナの軍が侵攻を開始した模様。こちらは手薄なためどこまで持つか。案ずる必要はない。諸葛丹にあるものを託した。奴の策があればすぐ陥落することはあるまい。信長様、さすがです。手薄になれば本能寺が狙われることを読んでいらしたんですね。これより本隊を編成する。だがすぐ動けるものは行くがよい。はい、では私は先に向かいます。アテナがいるなら心配だ。私も行こう。俺は俺で援軍を用意しておこう。ちょうどつい先ほど部下たちがこの世界に現れてな。一人目立ちたがりのやつがいるのだ。せっかくなら派手に登場させてやった方が喜ぶだろう。目立ちたがり、すごい。私とは正反対です。わかりました。本能寺の皆さんにも援軍のことは伝えておきますね。孫権殿、伝令から報告ありました。前線の我らの城にダッキとリョフの軍が迫っているそうです。ダッキとリョフが？厄介な連中に目をつけられたものだ。急ぎ救援に向かうぞ。はい、猛火のごとく駆けつけましょう。あの城は確か周泰と宗尽殿に任せてあったはずだ。あの二人なら大丈夫かもしれんが、